こんにちは、こまいるんです。今日はですね、ワイハ青森ランキングというのをやりたいと思います。ちなみにこのワイハっていうのは、津軽弁で驚いた時にワイハって言うんですよ。よくハワイっていう風にから変われるんですけど、ワイハのワイハじゃなくて、ワイハ、びっくりした時のワイハなので、皆さんびっくりした時はぜひ使ってみてください。では第3位、学生服にブーツを履くです。これは私が実際に体験して本当にびっくりしたんですけど、青森はセーラー服、私セーラー服だったんですけど、学生服にブーツを履くんですね。これはやっぱり雪国なので、やっぱね、スニーカーとかローファーじゃ歩けないのでブーツを履くんですけど、私そのまま仕事で東京に来た時にブーツのまま東京に来たことがあってそしたら、なんで制服にブーツ履いてるのって驚かれたことがありますね。え、やっぱりそれが一つのこうファッションだと思ってたので、今年の冬はどのブーツを履くかっていうのも結構楽しみだったりしました。では第2位、家にコウモリが入ったという出来事です。私が青森に住んでた時に、朝になって目が覚めたらキー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 音が鳴るんですよ。なんだろうと思って2階から降りて、そしたらお母さんが虫叩きとなんか網みたいので格闘してるんですよ、なんか何かと。で、何だろうと思って見てみたら、天井に黒いコウモリがベッて止まっててでそれがずっと鳴いてるんですよ、コウモリが。結構ね、ちっちゃくてこんぐらいかな。お母さんはそのコウモリをいかに外に出そうかってことで、こう虫叩きと網でこうね確保するためにずっとこうやって構えてるんですよで最後は玄関開けてつついてバッて飛び出てったんですね。私その時生まれて初めてコウモリを間近で見て、ああ家の中にコウモリが入ることってあるんだとすごく驚いたのと、あ、コウモリって朝でも鳴くんだなっていうことに驚きました。ではラスト第1位、リンゴのブツブツ交換。いやー、やっぱり青森はね、リンゴがいっぱい取れるっていうことで、親戚がね、いろんなこっちのおじいちゃんおばあちゃん、こっちのおじいちゃんおばあちゃんとか遠い親戚とかいっぱいいてですね、みんな農家をこうやってるんですよ、リンゴ農家で。そうするとこっちでもリンゴ取れるし、こっちでもリンゴ取れるし、こっちでもリンゴ取れるってことで、それが集まってくるんですよ、私の家になので味がね、家によって違うんですよ。で、これが美味しいなと思ったら、余ったリンゴとかを別の親戚に渡したりとかで、そうするとそこのリンゴがまた帰ってきたりとか、やっぱりこれリンゴに限らないんですけど、こっちがリンゴをあげたらそっちから大量のトマトが来たりとか、そういうのがよく地元ではあります。野菜とかリンゴっていうものは青森において、リンゴは買わない、もらうものっていう私の記憶に残ってるのは、親戚からこんぐらい大量のキュウリをもらったんですよ。そしたら、キュウリで作れる料理って限られてるじゃないですか。だから1週間キュウリウィークっていうのがあって、ひたすらキュウリを食べるっていうウィークがあるんですよ。私のお気に入りは味噌とマヨネーズを混ぜて、もうね、トトロのめちゃみたいにパキッて割ってつけて食べるっていうのがお気に入りです。あとはもうトマトウィークっていうのもあってですね、トマトがもうこんだけ届くんですけど、お母さんが奮闘していかにトマトでいろんな料理を作れるか、トマトの煮込みがあったり生があったり、なんかもうひたすらトマトでいろんな料理を作るっていうウィークがあって、本当にお母さんすごいなと思いました。なので青森に来たらリンゴはいくらでももらえるので、ぜひ私の実家のリンゴとかでもプレゼントします。はい、ということでワイハ青森ランキングいかがだったでしょうか、ね、青森住んでる方はもうその名の当たり前だって方もいらっしゃるだろうし、住んでない方は何それっていうこともあったと思います。私のお気に入りはやっぱりコウモリですかね。こんぐらいのおにぎりサイズの蚊が出たこともあります。
青森にいるとよくそういういろんな生き物に会うので、それも青森のいいところかなと思います。他にもワイハ青森ランキング知ったのあるよっていう方いらっしゃったらぜひ教えてください。ではヘバねー。